皆さんこんにちは。オンラインワインスクールビノテラスアシスタント講師の舞先生です。今日の質問はこちら。アルザス地方のフェーン現象が発生する時期は決まっていますか？アルザス地方はフランスのワイン産地です。北の方にあるので寒い産地と思われるかもしれませんが、実は比較的暖かい気候が特徴です。今日はアルザス地方の歴史や気候について解説します。フランスとドイツの国境にあるアルザス地方は、ブドウや小麦などの農産物の他に、鉄や石炭を産出する豊かな土地です。そのため、フランスとドイツで何度も領有権が争われた歴史があります。9世紀から10世紀に成立した神聖ローマ帝国による支配の後、戦争によって何度も2国の間を行ったり来たりしましたが、第二次世界大戦中の1944年にはフランス領となって現在に至ります。争いを経て統合を果たしたヨーロッパを象徴する街として、アルザスの首府であるストラスブールには EU の主要機関が置かれています。このような歴史的背景から、アルザス地方はドイツの影響を強く受けていて、それはワインにも当てはまります。例えば、ブドウ品種。アルザス地方は生産量の 90% を白ワインが占めていて、生産量が多いのはリースリングやピノブラン、シルバネールといった白ブドウ品種です。これらの品種はドイツでも多く栽培されています。また、ボトルの形状を見てみましょう。例えば、フランスのボルドー地方はこのような怒り型のボトル。ブルゴーニュ地方ではなで型のボトルが使われていますが、アルザス地方のボトルはこのような細長い形状が特徴です。ドイツでも細長いボトルが使われることが多く、ここにも共通点が見られます。また、ドイツではザワークラフトと呼ばれるキャベツの酢漬け、シュークルートやベーコンやソーセージを使ったベックオフなど食べられる食事も似通っています。さて、アルザス地方のあるフランスとドイツの国境にはライン川が流れています。ライン川はスイスアルプスに端を発し、ボーデン湖を経てドイツとフランスの国境を北に向かいます。オランダへと入った後二手に分かれ、ロッテルダム付近で北海に注いでいます。また、アルザス地方の東にはヴォージュ山脈があります。アルザス地方はちょうどライン川とヴォージュ山脈に挟まれたエリアに広がっていて、南北の距離は 170km。それに対して幅は 1.5 から 3km という細長い山地です。ヴォージュ山脈が西からの湿った空気を遮断してくれるおかげで、アルザス地方はフランスでも特に雨の少ないワイン産地となっています。また、山を越えた風はフェーン現象を引き起こし、暖かく乾燥した気候をもたらします。そのため、北緯47から48度と高緯度に位置する産地ながら、同緯度の地域と比較すると暖かい気候が特徴です。さて、フェーン現象とさらっとお話ししてしまいましたが、この現象について少し詳しく説明します。湿った空気が山を越えて反対側に吹き下ろした時に、山の下に吹く乾燥した高温の風のことをフェーンと言います。また、そのために辺りが暖かくなることをフェーン現象と呼びます。どの季節にも起こりうる現象です。もともとはアルプス山脈を越えて吹いてくる暖かい風をイタリアでフェーンと呼んでいましたが、同じ理由で起こる風のことを世界中でフェーンと呼ぶようになりました。なぜ湿った風が乾いた暖かい風に変化するのでしょうか。山に向かって吹く湿った風が斜面に沿って上昇していきます。標高が上がれば気温も低くなるので、湿った風に含まれていた水蒸気が冷やされて雲になり、雨を降らせます。すると湿った風に含まれていた水分が少なくなり、その状態で山を越えます。今度は風が山を下っていくわけですが、標高が低くなるにつれて気温は上がるので、風も暖かくなります。湿った空気よりも乾燥した空気の方が暖かくなりやすいので、吹き下ろした方の風は元の湿った風よりも高温になるというわけです。アルザスでのフェーン現象は年間を通じて見られます。特に春から夏にかけてのブドウの生育期に暖かく乾燥した気候をもたらします。それではここで生徒さんからの質問をもう一度確認してみましょう。
アルザス地方のフェーン現象が発生する時期は決まっていますか？フェーン現象とは、湿った風が山に吹きつけ、反対側に吹き下ろすときに暖かく乾燥した風、フェーンになって付近を温めることを指します。季節は問わずに起こりますが、アルザス地方では、ブドウの生育期である春から夏にかけて、温暖で乾燥した気候をもたらします。南北に細長い山地であることから、厳密には北と南で気候は異なりますが、アルザス地方の特徴として、比較的暖かく、雨が少なく乾燥しているということを覚えておきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見て、ソムリエワインエキスパート試験にチャレンジしてみようかなと思ったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。